道の駅群馬水車の里は、静岡県浜松市天竜区熊にある、静岡県道9号天竜東映線の道の駅で、ある。1988年、村おこしとして、群馬水車の里が竣工され、1995年4月11日、静岡県内で2番目に、道の駅として登録された。なお、群馬とは、当地区名、熊の現地での読み方である。 1986年、熊地区全国加入の熊地区活性化推進協議会を組織し村を越しに着手し、1987年、熊水車の里グループが女性を中心として誕生した。1988年そばを中心とした農作物の加工、販売、体験の施設を設備し、地域の活性化に取り組み、 そのような活動が評価され、1989年度農林水産祭において天皇杯を受賞した。1995年4月11日、静岡県内2番目となる道の駅として登録され、2000年静岡県の承認を受け、熊地区活性化推進協議会を発展解消し、特定非営利活動法人無未来君、間として道の駅の運営を始めた。 道の駅くんま水車の里では、道の駅を中心として、地域活性化に取り組んでおり、2012年特定、非営利活動法人無未来くんまが、全国の地方新聞社と共同通信社が設けた、第2回地域再生大賞を受賞し、2013年、静岡県が設けた、富士の国美しく品格のある有権賞女王受賞。2016年都市と農産村の共生。 交流推進会議が設けた、往来、日本大賞を受賞した、ありがとうございます。